寝たいのに、もうこの時間だからさ、寝たいわけよ。寝たいのに、もう明日もさあんのよ私には。いや、みんなもあるけど、予定がさもうあるのにさ、明日も午前中にさ起きないといけないのにさ、はぁ、あ、ってなってる今。早起きじゃないけど午前中に起きないといけないのに、私はなぜ先ほど目覚めたんだって。いう感じよ。あ、嬉しい。ブロディ綺麗だったよってありがとう。皆さんは何ページが好きでした？あ、そうじゃん、明日やろっか、鑑賞会しよう、ブロディ鑑賞会しようって。だから今日ちょっとやっぱブロディのあれやめとこう、もうコメント見ないでおこう、過ぎ去るの待っとこう。よし、過ぎ去った。だから全然時差あって過ぎ去ってなかった。明日話そう。じゃあ今日はプレイリストの話ちょっとする。見た？みんなプレイリスト見た？見た？プレイリストは須田さんポジで出ました。でさ、 MV 解禁したじゃん、菅原の歌割り。分かった？菅原の声分かった人いる？これで菅原のポジ歌割り分かったらすごいけど、みんな分かった？絶対分かんないよね。分かるわけがないんだよ。みんな勉強しといて、次までに。マイアンの着るはずだった MV の衣装も見たい。 MV の衣装はかっこよかったですよ。よかったよ。菅原の衣装もかっこよかったです。まあ多分それが世に出ることは一生にないでしょう。アクション見たかったでしょ。悲しいね。なんかさ、新曲の話って悲しくなるよね。
悲しくなるから。実際アクションの準備はしてましたね。アクションの準備してました。まあ、いつかどこかで披露できたらいいですね。人物特定の写真も寂しかった。え、そうだよね。そうな、悲しい思いをたくさんさせてしまってるんですよ。そう、アクションやる予定だったから事前に準備してたけど悲しかった。でもなんか本当に背景寂しかったんだけどさ、なんかさ、あれ何順かさちょっと分かってなくてさ、こうやってさやっぱみんなの見てたんですよ。みんなの見て急に菅原がってきてさ、なんか地味に本当に面白くないんだけど面白かった。なんか急に来たからさ、これがなんか本当地味に面白かったんだよね。菅原的に急にあの白背景来たからめっちゃ面白かった。え、なんかさ、でもさ、あの背景なんかみんなすごいなんか携帯でいうポートレートっていうの、あれなんかポートレート味強すぎてさ、ワンチャンこれ合成できんじゃねって思ってさ、自分でしようかなって思ったけど、うん、めんどくさいからいいやってなった。違和感半端ない。だって違和感だもん。だって違和感だもん。シロは違和感だよ、急に来た。誰か合成してよ。菅原合成できないから。全部人頼みやないかい。ね、曲めっちゃ好きなんだよね、菅原。あの曲。今日のミナルンさんの配信で表紙とポスター見てどえらい感動してましたよ。してた？ルンルン、ルンルン見たいって言って、今日ルンルン、ルンさんと会ったから、おーこれですよって見てくださいって見てくれた。でさ、今日髪の毛ボッサボサで、まあ、今日もなんですけど、レッスンでさ、ボッサボサで行ったらルンルンにさ、すごい、これだよこの髪の毛とか言われてさ、ボッサボサな髪の毛をすごい写真撮られました。ルンさんに撮らないでってボサボサなの分かってるから撮らないでルンルンってなった。もっとボッサボサだったんですよ。もっとボサボサで、なんかもっと広がってたんですよ。なんか、まあ、寝てた時にこうやって寝てたんですよ、菅原今日。だからさ、ちょっと落ち着いてはいないけど落ち着いてんのよ、このパーカーの厚みで。こう抑えられてるんです、ボリュームが。でもレッスン始まるまで、あ、普通のボッサボサで行ったから、おお、まあ、いいんじゃない、眠くなってきたんじゃないこれ。
寝れるうちに寝よ、それな。って言ってさ、寝れないんだよ、知ってんだよ菅原麻也。どうせこの後ダラダラするんだよ。でも意外と寝れそう。携帯いじっちゃうんだよね。あとお腹すいたな。お腹すいた。うん。なんかすいた。さっきも来てなんか焼き海苔食べてたんですよ、さっき。でも普通にお腹すいた。なんか今日めっちゃ昼すがらいつもよりもめっちゃ軽くて、で夜ご飯食べてなくて、で起きてさっき焼き海苔食べてたんですけど、味付け海苔食べた。でもやっぱ海苔ってさ、お腹いっぱいになんなくない？じゃあ持って食べたってなって、はあ、なんかすぐ食べれるものがなくて。納豆を食べたいなって思ったけど、もう冷蔵庫に納豆はなくてショックでしたってショックでした。この配信見ながらくるみ食べてます。いいじゃん、美味しいよねくるみって。うちの納豆食べた方がいいよ、多分いいよ。なんか納豆入ってると思って開けたからさ自分の中でさ納豆入ってると思ってさ開けたからさ、納豆なくてうん、なんか自分でさ自分に期待をしてさこう開けたからさ、そのショックがさ大きかったよ。納豆食べたくなってきちゃったな。納豆って美味しくない？納豆さあ、ごめん今日も食べ物の話、久々にさ納豆餅を食べたわけ。美味しかったよ納豆餅。割と納豆毎日食べてるか。なんかすっ納豆餅食べたことない、みんな。だから納豆餅めっちゃ好きなんだけど、納豆餅好きな人いないの？うん、え、何？納豆餅ないの？食べたことないの？普通の粒だよ、菅原。納豆餅ひき割りじゃなくて。どうやって作るの？納豆と餅を食べるだけ？納豆と餅を一緒に食べるだけ？
父親が山形で納豆持ちやってた。子供の頃あるような気がする。やったことないのかな。合わせるよね。やるよ。糸。味付けは納豆のタレ。そうです。どこで食べれるの。家で食べれるよ。どこでも食べれるでしょ。お家で納豆、お家で納豆とお餅があれば家で食べれるよ。え、納豆餅って食べる人いないの。専門店ないよ。お餅は焼きます。これって東北なの。関係なくない？納豆餅って。関係あんのかな。美味しいよ。郷土料理とかじゃないと思う。焼いた餅の上に納豆なの。なんでもいい。とりあえず納豆とお餅を一緒に食べる。多分これはもう多分家スタイル、自分家スタイルだと思う。関東では普通だよ。だって菅原も納豆餅ってさ、全国区だと思ってた。とりあえず餅と納豆一緒に食べたら、もう納豆餅。全国区だよ絶対納豆餅って。納豆餅を食べたことがない人、お腹が鳴ってる。多分これ全国区だよきっと。全国区。お腹空いてるからお腹ピーブーグーグーなってる。多分これは家庭だね。家庭じゃない？納豆餅って思うんだけど。なるほどね。丸餅しかないから乗せるの大変そう。もうなんか乗せなくていいし、もう一緒に食べたら納豆餅一緒に口の中で納豆餅ができればいい。菅原はもう納豆のパックに納豆を突っ込むめんどくさいから。売ってはいない。お家で食べるお餅、納豆お餅。うちの納豆餅は醤油と砂糖で味付け。美味しそう。一緒に食べたら納豆餅。でもそれに海苔巻いて食べるのも好き。餅は焼く。おばあちゃん家とか行ったら、その出来たてのお餅のままだけど、なんか普通の菅原納豆に納豆って言ってた。納豆にお餅や。なんだっけ、焼く。おばあちゃん家で食べると焼かないお餅だったけど、お家とか一人で食べる、四角いやつ、四角いやつ、市販に売ってるスーパーのお餅の時は焼く、焼いて食べる。
きたてのお餅で食べると美味しいけど、焼いて食べるのもめっちゃ好き。焼くときは結構カリカリにしたくなる。結構カリカリにして食べる、そのときは。でもどっちも美味しい。つきたての納豆餅もまた美味しいけど、カリカリに焼いて食べるお餅も美味しい。なんか納豆餅知らない人多かった。普通にすがらはもう市販の納豆タレとかついてるの全部入れてそのまま食べる。みんなは何餅してお正月食べた？すがらは納豆餅が好き。きな粉と納豆餅が好き。そうに、きな粉、砂糖醤油、茹でてきな粉餅、あんこ、おろし餅、のり巻いてる。お雑煮、雑煮、砂糖餅、雑煮が多い。ぜんざい、のり美味しいよね。うわ、うわ、なんかそれでこそなんか、あ、お餅、実家帰った時にお餅持って帰ってきたなと思って、まあ1ヶ月ぐらい放置してたんです。あれ賞味期限ってあんのかな。でバター餅食べたくて作ったけどちょっと分かんなかった。明日も夜じゃあショールームして、明日こそブロディ鑑賞会できたらいいですね。ってことで皆さん、カビは入ってないよ。カビは入ってなかった。またしますんで、明日みんなで読みましょう。ってことで今日も急に始めましたが、見てくれてありがとうございました。また会おうね。おやすみ。ありがとう、来てくれて。バイバーイ。明日は何時にしようかな今日よりは確実に早い時間にします。よろしくね。意外と1分長いよね。バイバイ。おやすみ。頑張って明日も。